アッサラームアレイコン、ナイラアルムスリマのオーナーのナナです。お久しぶりです。実は若干へこんでいるんですけど、なぜかと言いますと、これが2度目の撮影だからです。1度目のものが残念ながら消えてしまったので、もう一度撮り直しをする羽目になってしまいました。まあこんな失敗もあるかなと思います。とりあえず、ヒジャーブ、ユニクロさんから新しいヒジャーブが出ていて、日本でも販売開始されていて、で当店でもその取り扱っていたんですけど、でまあ新しい方も今取り扱っておりまして、つい先日お客様がお買い上げいただいたんですが、その中の1名が、1名のお客様が付け方を教えてほしいっていうリクエストをお問い合わせをいただいたので、3つ紹介したいと思います。最初の2つは花田島さんがもうすでに YouTube ですごい短いんですけど公開しているもので、まあそれ見てもちょっと若干分かりにくいかなって思うので、私の方で再現しようと思います。で最後の一つは私がよくやるターバンスタイルを紹介したいと思います。ではまず1点目いきます。今回使うのはグラデーションのヒジャブです。で紐がついてます。で前回よりは短いです。これをまず前に持っていきます。でまあみんな皆さんご存知かと思うんですけど、今下につけてるのがこの、ヘッドバンドで、でボリュームをつけるためにボリュマイザーをつけてます。これを紐の方を前の方に持ってきて、これをどうするかというと簡単です。これをこのように後ろに持っていきます。で後ろで結びます。ちょっとこんな感じで、キュッとして、でビデオの中では彼女はもうこれをこのままこうやって垂らしたままにするか、もしくはまあこっちの端っこ、どっちでもいいんですけど、まあ片方の端っこを取って、このインナーのここに、このようになんか安全ピンでもいいのでつけて、でもこんな風にしても良い。でこっちこう垂らして、で紐はちょっとかっこ悪いのでこう服の中に入れて隠して、でまあこうやって垂らせば結構このようになかなか可愛いスタイルが出来上がります。でまあ首も隠せますしね。でこれがまず1点目です。で次、2点目ですが、すいません、なんかもう YouTube の方が10マックス15分ぐらいしか収録できないので、ちょっとちゃちゃちゃっと順序よくっていう感じじゃないですけど、ちゃちゃちゃっとやりたいと思います。次は黒使いますね。さっきと違うのが2つ目のスタイルなんですけど、この前の方だったのをここちょっとこうなってるんですけど、これをお団子の方にかぶせて、まあ、要するにさっきと逆ですね。をこうしてこうしますね。でここで折ります。こうなりますね。でこうした後でどうするかというと、ムービーの中では
こっちの方がやりやすいかな。この紐があるんですけど、後ろの方になってて、でこれをこっちにこういう風に持ってきて、で裏を通して後ろに回してこうします。でこっちの紐の方をこっちに持ってきて、ここで結びます。でこの結んだところを、まあ一回結んだだけじゃほどけてしまうかもしれないので、二度結びでもいいですし、まあ蝶々でもいいんですけど、再度結んで、で、まあ、服の中にでも入れて、出しっぱなしはみっともないので入れて、でこうしますね。でまあこんな感じですね。で、おすすめなのが、これは田島さんも見せてなかったんですけど、待ち針を使って、でこの前の方、まあ、ここなんかちょっととんがっちゃってますけど、これをですねこんな風に、わかりますか、こうやって折って、で待ち針で留めます。頭刺さないように気をつけてくださいね。ちなみに今私刺したんですけどこの中でちゃんと刺したら、こうやって隠れるかなっていう、まあ、隠れなくてもいいんですけど。で今これ サングラスをしているので、若干なんかうまく巻けてないんですけど、まあ、ここで止めるとどう違うかっていうと、ここがこうなんかこう垂れてちょっと可愛い感じになりますね。もうすいません、なんか適当感満載なんですけど、もうまあ若干急いでますし、2回目の撮影なので、で出来上がりはこんな感じになります。このここでピンをで留めるのは田島さんも見せてはいないんですけど、でも私が尊敬するヒジャービさんがよくこのスタイルをしていて、でまあ可愛いなと思ったので、でこれはまあサングラスがなければこんな感じで垂れると思います。これが2つ目のスタイルです。で次は3つ目を紹介したいと思います。また別のヒジャーブを使ってお見せしたいと思います。次はこの少し可愛い、もう少しどころかめちゃくちゃ可愛いんですけど、このベージュとちょっと濃いめのピンクのグラデーションですね。でこの3つ目のスタイルは私が普段よくやっているスタイルで、ターバンスタイルなんですけど、これ前の方にこう斜めにして、私は斜めが好きなんですけど、こうしますね。なんかちょっと光の反射が良くないですね。でもまあ続行します。でこう持ってきましたら、これを後ろに持っていって、で交差します。で交差したのをここで、昔見せたターバンスタイルと似てるんですけ
そう、これをねじって、ねじりねじり、ねじねじねじ。で、これを上に持ってきて、ここで結びます。こうですね。で、この結んで、これがちょっと紐が残っちゃってるんですけど、これもこう後ろの方で再度こう結んで、で紐をこのねじったところの中に隠します。両方とも。でこのなんかリボンみたいになっちゃってるの、まあ好きであればこれで残しちゃってもいいですけど、まあなんかちょっとこれはおかしいなと思ったら、これもねじったところの中にこうやってしまいます。でとっても簡単です。これでターバンスタイルが即席出来上がりました。ちょっとサングラスが邪魔してちょっと変な感じになっちゃいましたけど、はい、このパッと見、まあこのボリュームアイザーもちょっと膨らみすぎてる場合があるので、こう綺麗にこうやって手でこうやって押さえて、でこんな感じですね。で以上にて、3つのスタイルをちょっと急ぎでパパパッという感じで細かく説明はできませんでしたが、でもまあ簡単なスタイルですね、3つ紹介させていただきました。で次回ちょっと保留になっていた、またターバンスタイルなんですけど、よく伸びる収縮性のあるジャージ素材のやつを使った布で一つ楽なスタイルを紹介したいと思います。では、これにてユニクロヒジャブのチュートリアルは終わりです。ではまた次回に。アッサラームアレイコン。